車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、辻パフォーマンスです。今回はボンドボディからいろいろ進捗をお伝えしたいと思います。まずはこちら、もう皆さん多分忘れてますよね。だいぶ前にやってますっていう動画でご紹介した GLS マイバッハボンドのデモカーでございます。全部ラッピングして、ホイール変えていろいろやりますよっていうお話をしたんですけれども、通常業務の方で忙しくなりすぎたせいか後回しになって、ようやくここまで来たみたいです。というわけで今回このベースヒアシンスレッドかな、この赤から全部このマットのシルバーに色替えしております。でこのシルバーのマットなんですけど、これただのシルバーのマットではございません。アメリカの多分一番有名なラッピングフィルムメーカーイノゼテックがリリースしてるダイナミック PPF っていう商品になります。他の動画でもいろいろ紹介してるんですけど、これ実はただのラッピングフィルムじゃなくて、プロテクションフィルムになります。なのでもう全然普通のラッピングフィルムより生地が厚い、そして傷から守ってくれるっていう、そんな商品です。だから傷を守りつつ、車のイメチェンができるっていう。そしてですね、こちらのダイナミック PPF、 このマットシルバー、なんと新商品だそうです。なので多分おそらく施工してる車は世界でもあんまりまだないんじゃないかな。でこの新商品のポイントが、実はこれドライバリ、はい、要はフィルムを施工するのにこう濡らして貼るのと、その乾いたまんまペタッて貼る2種類が実はあるんですね。ラッピングフィルムとかプロジェクションフィルムとか、いろいろ種類によってその辺使い分けたり、商品によってドライ用ウェット用いろいろあるみたいなんですけども、やっぱりそのウェット濡らして貼るものよりかも糊が定着がいいそうなんで、できればこういった長期間使うものに関してはドライの方が理想的らしいです。ただ施工が非常に難しいのと、フィルムの機能的にエアがなんか抜けるように作らないといけないらしいので、フィルムがちょっと高めになるという。というわけで今回この新商品のダイナミック PPF 使っております。で当然ドライバリの商品なんで、ドライでなんと施工しているということで、めちゃくちゃ大変だったみたいです。というわけで、大体ラッピングするべきところはラッピング終わって、バンパーだったりもこんな感じで全部貼り終わってシルバーになっております。で今回のそのカスタマイズなんですけども、少し前に水色の S クラスでご紹介したペイントマッチ、もう全部同色で塗っちゃうやり方ですね。カスタマイズの方法をやろうということで、細かいこういったモール類なんかも全部、そしてこの辺につくダクト、この辺だったりここに関してはもちろん同じシルバーになる予定なんですけれども、プロテクションフィルムだとさすがに施工はできないので、こちらに関しては現在ペイントブースの方でペイントされてるそうです。というわけでもう全部真っシルバー、結構マイバッハって言ったらメッキパーツが特徴的じゃないですか。そこも全部このマットのシルバーで仕上げたイカれた車を作ります。というわけで進捗で言ったらまだ半分ぐらいなのかな、もう8割ぐらいですって言おうと思ったんですけど、今見たら全然それどころじゃなかったので多分半分ぐらいだと思うんですけど、こんな感じで、でボンドの施工ですから施工が大変なので、もう裏側まで全部施工されてるんで、さすがにこのキワキワとかで、今回色が元色が赤なんで、この辺は出てますけども、パッと見じゃまずわからないぐらいしっかり施工されてると。というわけでこちら、全部外装組み終わったら最後タイヤホイールの交換も待っております。でちなみにタイヤホイールはもう届いてるそうなので、完成したらまた別の機会にご紹介したいと思います。そしてですね、今回もう1台気になる車が入庫してるそうなんで、そっちも見に行ってみたいと思います。続いて紹介する車はこちらでございます。なんと新型の G63 早速入庫しております。実は450も G63 も数多くご入庫いただいてるんですけども、なかなかご紹介する機会がなかったんで、今回改めて紹介したいと思います。で今回作業としてはプロテクションフィルム、車がもともとマットなんですけども、やっぱりマットカラーだと傷気になりますよね。磨いて消したりできないので、というわけで今回はステルスフィルム、マットタイプのプロテクションフィルムを全部施工して、傷を守れるように今回します。というわけで今下準備でエンブレム外したり細かいパーツ外したり、というわけでこんな感じの作業をしております。であとは各部のベンツマークだったりだとか、マフラーエンドなんかを
ちょっとペイントカスタムしようかなっていう感じでご入稿いただいております。というわけで新型 G63450 もぜひお気軽にご入稿ください。そしてですね、せっかくなんで、じゃあ新型の G クラス今現状どこまでカスタマイズできるのかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。でまずエクステリア、あのエアロパーツなんかに関してはやっぱりバンパーの形状が変わってしまった分、マイナーチェンジ前のものはつかないそうです。なので基本的にエアロパーツに関してはまだ待ちかなと。ただペイントカスタマイズは各部できますんで、エンブレムだったりだとか、まあ、その他いろいろその辺なんかいじっていただいてもいいのかなと。そしてですね、横に回っていきまして、ダイヤホイールに関しては当然変わってませんので装着可能です。ただなんか空気圧センサーとか一部変更されているそうなんで、その辺は注意が必要なんですけども、ボンドグループすでに解析済みなんで、まあ、その辺もお気軽に。そしてですね、当然アメリカ製単造ホイールとかであればデザイン、オフセット、サイズもうフルオーダーで作れますんで、足元のカスタマイズはまあ大丈夫かなと。あとプラスアルファこのフェンダー変えたりのカスタマイズ、まあ、その辺なんかも今のところ部品は出てないそうです。ただなんか海外だとマイナーチェンジ後の車にマイナーチェンジ前のブラバスのワイドスター組んでる車なんかもあるらしいので、もしかしたら小加工とかそういうのでいけるのかもしれないですけど、まあ、基本的にはメーカー適合出してないので、まあ、今現状としてはないのかなと。そしてですね、あと今回のゲレンデ注目のポイントはスマートキー、まあ、今取っ手が外れちゃってますけど、あのついに装着されたということで、まあ、スマートキーに関してはもう必要なくなった感じではありますけれども、あのソフトクローズに関しては相変わらずついてないので、マイナーチェンジ後の G クラスでも装着できますということで、まあ、ここに関してはやっぱり女性の方、お子さんだったりとか、まあ、閉めるとハンドワイになっちゃうことは多いと思いますんで、まあ、この辺なんかもお気軽にご用命いただくといいのかなと。そしてあとここ今ステップ外れちゃってますけど、ステップに関してはあの形状大きく変わってないのでブラックアウトすることなんかも可能です。で話を聞いたらなんか日本仕様だとこれ真っ黒純正ステップってなんか設定がないらしいんですよね。本国だと真っ黒があるんですけど、というわけで、まあ、部品が取れるかどうかちょっと調べてみてですけど、まあ、今現状また分解して真っ黒にするっていうのはできるようです。そしてもう一点気になるところといえば電動サイドステップ、はい、こうウィーンって出てくるやつですね。それに関してももう適合が取れております。というわけで新型ゲレンデお任せくださいというわけで、さあそして後ろに回ってきまして、この背面タイヤ、こちらに関しては共通みたいなので、背面タイヤカバーだったりだとか、あとブラバスとか、あとマンソリーでも出てるかな、あとボンドオリジナルなんかでも出てますけど、あの背面タイヤ取ってレスにするキットなんかも現行も対応してますんで、そういったものの取り付けも可能です。でリアに関してもバンパーの形状が変わってるんで、多分この辺のカメラの位置も元の位置から変わってたりするんで、まあ、この辺エアロパーツなんかももう少しちょっと時間が必要かなといった感じでございます。というわけで現行ゲレンデでもいろいろできるカスタマイズありますので、ぜひお気軽にボンド各店までご相談ください。というわけでボンドボディの進捗、また機会があればお届けしたいと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。